にちは。夫婦のお店カウンセラーの佐々木ひろのです。私は先日駅をマスターしてきました。駅とは棒をジャラジャラやって占うああいうあれです。でも本当の駅はとってもアカデミックなものなんです。自分の潜在意識の中から答えを引き出すっていうもので、ハーバード大学や MIT で遺伝子工学を学んでいる人たちは必須科目で駅の勉強をしているそうです。そんな駅、ようやくマスターできたので、今月のメルマガのあなたの運勢に駅の読み解き、駅の解釈も今月から入れることにしました。毎月月始めに、月始め 5,6 日頃までにその月の運勢と傾向をお送りし、旧星別の運勢と傾向をメルマガでお送りしています。今月から駅の解釈も入ります。ご興味があればメルマガ登録してください。メルマガの内容は、私は社会運勢学、九星気学の講師をやっていますが、その前に家族写真を撮っている写真屋さんなんですね。なので写真の話もメルマガで送っていますし、九星気学の話も送っています。ちょっとブログやFacebook で言うほどのことでもないプライベートのことなんかもちょこちょこっと書いたりしています。ご興味あれば YouTube 動画の下の欄にメルマガ登録の URL が貼り付けてありますので、ご登録ください。いつも見てくださってありがとうございます。それでは今日はこの辺で、ごきげんよう。